二十世紀美術兵庫県立美術館の美カエル二十世紀美術とは二十世紀の西洋美術のことである。二十世紀美術と呼ばれるものには純粋な西洋の美術だけでなく、日本を含む東洋の美術でも西洋美術の影響が強いものは含まれる。もともと近代美術や現代美術と呼ばれていたが、使用者によってこれらの言葉が様々な文脈で使われ、 その意味が分散ししまったため、明確に20世紀の美術を意味する言葉として用いられるようになった。しかし、意味の明確化のために用いられ始めた用語であるにも、かかわらず、やはり、その範囲には曖昧な点が残っている。例えば、一般に、その始まりは、フォービスムとされることが多い。しかし、ポスト印象派、新印象派、アール・ヌーボーなどを始まりとする論者もおり、 印象派をそのはじめと考えるものすらいる。しかし、いずれにしても、フォーブ以降が含まれることは、間違いない。前衛性を求める場合があり、その考え方からは、エコールド・パリや素朴派が除かれることがある。20世紀の美術は、様々なイズムに彩られており、19世紀以前に比べて、その動きは著しく激しかったことから、20世紀美術。 という用語の意義を認める考え方が強い。しかし、20世紀だけを特別視するのは、単に現在に近い、新しいということだけが理由でそれ以上のものはない、として、この用語の使用に批判的であるか、少なくとも積極的な使用は避けるべきだ、とする考え方も一部にある。20世紀前半、20世紀後半、ありがとうございます。